はい。マラソンが大好きともおいです。まあ、つい先ほど大阪国際女子マラソンでね、まあ、佐藤選手が、まあ、転倒して号泣したってことが話題となってるんですけど、なんかこのことに関してなんかこんな風にね、まあ、プロ失格とか、いや、本当に情けないとか、なんか結構批判されてますね。ほんとふざけんなって思ったしね、俺はあの佐藤選手の涙見て、 俺めっちゃ佐藤選手のファンなんですけど、いや、よくね、こんなこと言えるなっていうのは思ったしね、うーん、まあそれぐらい今日のね、レースに欠けてたんやなっていうのは、すごく思ったしね、うーん、やっぱり転倒っていうのは、いつ起きるか分からないんで、マラソンなんでね、うーん、まあプロ失格とか言ってるやつとか、お前が走ってみろって思いますね、うーん、いやー、だからね、まあ今回、 まこんな風に転倒して、まあ、号泣したってことはね、まあ、すごくね、うん、まあ、彼女に対してあ,あやこうやね、批判するっていうのは、ほんとふざけんなって思うしね、うん、俺はいいレースだったし、その後もね、引きずりながら走ってたことをね、俺は褒めようって思いますね、うん、あれ結構痛かったと思うんですけど、うん、引きずりながら走るっていうのは、 すごくね感動しましたうん。っていうことでこのことに関してねなんかああやこうや何か言うやつとか思うざけんなと思いますねうんまあちょっとね怪我してると思うんで、うん、ゆっくり直してほしいなと思いますねうん。っていうことでプロ失格とかやってるやつは思うざけんなと思いますねうん。